今日、母校がある新潟県の海洋高校で開かれた記者会見。中村大輝選手は元横綱稀勢の里の二所ノ関親方と並んで会見に臨みました。一日も早く関取に上がって日本中からも応援される力士関取に、なりたいなっていうのが僕の本当に夢なんで。先月日体大を卒業した津幡町出身の中村選手、193センチ175キロの大きな体を生かして全日本相撲選手権で2連覇を果たすなど各界の星として期待が寄せられています。平成最後の日本人横綱として活躍した二所ノ関親方は期待の星に。私もですね、何回か相撲も取らさせてもらいましたけども、いや非常にものすごいものをやっぱ感じましたし、その中でまだまだ荒削りの部分がまだありますから、非常に伸びしろというものも非常に期待ができます。そして会見の席でしこ名も発表されました。大野里という大野里は青森県出身で大正から昭和にかけて活躍し大関まで上り詰めた力士のしこ名。実は二所ノ関親方も自分のしこ名の候補の一つとして考えていたそうです。5月場所で初土俵を踏む中村選手はしこ名について、このしこ名に恥じないようにしっかりと、まあ、いいものにして、この大野里っていう名前が全国に広まるように、頑張りたいなと思います。幕下10枚目格付け出しでのデビューが決まっている中村選手、平成最後の日本人横綱に稽古をつけてもらえば令和の横綱になるのも夢ではありません。